ったマグロ解体には大勢詰めかけました。また F3 号館の実験室に突如現れた水族館は、新江ノ島水族館の水槽を思わせる出来栄えでした。はい、これは液死養分といって、エタノールの中に標本が入ってます。こういうふうにカレイとか、鏡台とかが入って、こちらが乾燥標本といって、魚をそのまま何も隠さずに見せれるようにしているやつで、固定液をつけてすぐ。36回目を迎えた北里大学海洋生命科学部イサリビ祭では、例年通り F2 号館、F3 号館、マリンホールに囲まれた駐車場に多くの模擬店が用意できました。おめでとうございます。模擬店に向かい合って設けられた舞台では、ギター演奏やよさこい、のど自慢やダンス、早飲みや男だまし、運王など三陸ならではの企画が目白押しです。はい、中身見せてあげてください。マリンホールではお茶会や秋の美術展、チャリティーバザーや写真展、ギターライブなど、芸術の秋を演出し、学生実験室が集まった F3 号館のお化け屋敷と頭脳ゲームは小中学生に人気でした。じゃあ宝くじ始めちゃってもいいよろしいでしょうか。仲のいい友達と今日の夜から明日にかけてやろうと思います。最後を飾ったのはやはりこれ。感想はマジっすか、僕やばい、なんか食欲が。宝くじ抽選会が暗くなるまで続きました。0803です。